血液型あるある、その後。血液型で性格が決まるわけじゃないから、こんな人もいるかもっていう軽い気持ちで見てね。宿題を忘れた時の反応、 A 型の場合。うわー、どうしたんだよ葵。どうしよう、宿題忘れちゃった。マジ？葵にしては珍しいな。あおちゃん、おしゃぶりさん。違う違う、今日から授業が難しいところ入るから、いつもよりしっかり予習復習してたらうっかり宿題のこと忘れてた。なんだ、安心しろよ葵、俺もやってねえから。授業まであと5分、よし。うわ、葵、今から終わらせる。今から？深刻に捉えてできる限りの対処をする。まずは簡単な筆算から終わらせよう。それから、すげえ勢いだ。 B 型の場合。はーい、宿題集めますよ。デラ、昨日ゲームに夢中になってて宿題するの忘れちゃったデラ。どうしようデラ。まあ今さらどうしようもできないデラし、考えても仕方ないデラね。次から気をつければいいデラ。デララ。開き直る。先生、宿題忘れたデラ。ちょっとは反省しましょうね。大型の場合。おはよう。おはようヒロ、昨日の国語の宿題やってきた？宿題…やべえ、忘れてた。葵、手伝ってくれ。え、ダメだよ、宿題は自分でやらないと。頼むよ、母さんから次学校で何かあったらゲーム募集するって言われてるんだよ。ヒロ、いつもそんなこと言ってるじゃん。ダメダメ、手伝わないよ。そんな。謎の行動力で友達を頼る。へえ、答え移したら間に合ったぜ。ヒロくん、ちゃんと解かないとダメですよ。先生、いつの間に。 AB 型の場合、おはよう。あ、トカタン、昨日の国語の宿題やってきた？国語、あ、忘れちゃった。え、大丈夫？大丈夫。全然気にしてないね。気にしない。先生にごめんなさいすれば許してくれるよ。正直なのはいいことだけど。クレーンゲームのやり方、 A 型の場合。あれってヒロが好きなソーラーマンのフィギュアだ。ヒロにあげたら喜ぶかも。取ってみようかな。ん？よし、このまま。やった、取れたぞ。あの人うまい。なるほど、一気に持ち上げて取るんじゃなくて、少しずつフィギュアの箱をずらして落とす方法がいいのか。よし、ちょっと他の上手い人のプレイを見てコツを分析しよう。なるほど、アームの動きはこうで、ふむふむ、箱に対してこの位置にアームを止めて、きっちり分析してから挑戦。よし、これだけ分析できればいけるはず。閉店時間です。しまった、慎重にやりすぎちゃった。 B 型の場合。デラ、あのマスコット美味しそうデラね。よし、ゲットするデラ。デララ、いい感じデラよ。デラ、惜しかったデラ。もう一回デラ。あー、惜しかったヒーローフィギュアデラ。こっちにするデラ。飽きが早い。クレーンゲームはいろいろあって楽しいデラな。大型の場合。おお、ソーラーマンのフィギュアだ、かっけー。絶対取ってみせるぞ。よし、そこだ。いいぞ、そのまま。あー、落ちた。もう一回だ。くそ、また落ちた。残りのお小遣いもあと少しだし、諦めるか。ソラー、いや、ソーラーマンが俺を待っている。絶対に諦めねえぞ。諦めずに取れるまで挑戦する。やっとゲットだ。でも、お小遣いなくなっちまった。AB 型の場合。わあ、おっきなクマさん、かわいい。取れるかな。あー、むずるかも。でも欲しいな。そうだ、自分で作った。独特な発想で自分で景品を作る。デデカクマさん、かっこかわいい。バチボコエディション、大砲ドーンってできるかわいいデデカクマさんだよ。ぬいぐるみにそんな機能いらないでしょ。ノートの取り方、 A 型の場合。葵、ノート見せてくんねえか。いいよ。おお、めちゃくちゃ綺麗に書かれてる。やっぱ葵はすげえな。そうかな。お、テストに出るかも。先生そんなこと言ってたか。ウサギの先生が黒板に書いてる時に出さなきゃって小さい声で言ってたから、テストに出ると思ってメモしておいたんだ。出さなきゃ。あ、それって確か。ああ、また合コンダメだったけど元気出さなきゃって言ってたやつじゃねえか。何それ、紛らわしい。細かいところまで記入する。っていうかヒロ、よくそんなこと覚えてるね。なんか先生元気なかったからな。 B 型の場合。デラックス、算数のノート見せてくれ。いいデラよ。おお、さすがデラックス。
ス、わかりやすいぜ。デラックスって意外と頭いいんだよな。意外とは余計でな。ん、なんだ続きが。ってなんだこれ、おにぎりの場合。全部の図形をおにぎりで考えた場合でな。全然意味がわかんねえんだけど。これが三角形、これが正方形、これが円、これが円柱でな。オイラはおにぎりで考えるとすぐわかるでな。なんでだよ。自分がわかりやすい書き方で書く。でもオイラはパン派でな。じゃあパンで考えた方がいいんじゃ。大型の場合。ヒロ、社会のノート見せてほしいでな。おお、いいぜ。おお、意外に真面目に書いてあるでらね。でら、なんかだんだん書いてることが少なくなってるでらが。で、最後の方、ほぼ白紙でら。最初だけ頑張って書く。だんだんめんどくさくなってくるんだよな。AB 型の場合。アキラさんは弟を追いかけて5分後に。って、よくわかんねえな、この問題。トコタン、算数のノート見せてくれ。いいや、はい。サッキュー。って、絵日記みたいになってる？書き方が独特。すごいでしょ。流行のものに対する反応。 A 型の場合。コマブレードっていうおもちゃが小学生の間で流行っているんだ。面白そう。でも周りでやってる人を見たことないし、まだ手は出せないかな。みんなが始めてから始める。みんなが使ってると安心できるよね。 B 型の場合。あー、デラックスのそれって。でらら、わかるでらか。今話題のコマブレードでら。しかも初期特別モデルでらよ。いいな、俺も欲しいぜ。でらら、オイラは流行にはとっても敏感な最先端ボーイでだからな。流行にはすぐ飛びつく、飽きるのも早い。でもちょっと飽きてきたでらな。早くね。大型の場合。お、ハルオ。どうしたのヒロ。ハルオ、コマブレード知ってるか。めっちゃ面白くってさ。ヒロってばコマブレードをいろんな人に勧めてる。わ、ルナにイロリちゃんだ。おい、コマブレードやろうぜ。みんなにも勧める。みんなに勧めてみんなで遊べたら最高じゃん。ヒロらしいね。 AB 型の場合。お、トコタン。うよ。見てくれ、コマブレード。最近流行ってるおもちゃなんだけど、これが超楽しくってさ。へーん。トコタンもやらねえか。いい、興味ない。流行に流されない。トコタンって興味ないとき、とことん興味ないからね。だな。ひろたまファンアート紹介。みんな、いつも応援ありがとな。もらったお便りは全部読んでるぞ。一部紹介してもいいよって人のものだけ紹介するよ。おお、俺たちだ。ゲームズも見てくれてるみたいだな。見て、へんよまちロボがいるよ。へんよまち。おお、ヒーさんたちバッチが大集合。ナイスなボーイだぜ、こりゃ。トコタンの誕生日の時に書いてくれたんだって。めっちゃいい笑顔だ。ありがとう。お、ルナだ。かわいい。ルナちゃんの誕生日を祝って書いてくれたって。とっても可愛く書いてくれてありがとね。以上、ファンアートやお便りの紹介でした。紹介できなかった人はごめんね。今後もお便り募集中なので、もしイラストを紹介していいよって人がいたら、 X でハッシュタグひろたま FA をつけて投稿、もしくはこの宛先まで動画に載せてって書いて送ってね。みんな、これからもよろしくな。じゃあ